快楽の園、または、越楽の園は、初期フランドル派の画家ヒエロニムス・ボスが描いた三連祭壇画。ボスが40歳から60歳の1490年から1510年の20年間の、いずれかの時期の作品で、1939年から、スペインのマドリードにある、プラド美術館に所蔵されている。ボスの作品の中でも、最も有名な作品で、 かつ最も大掛かりな作品である。この絵画はボスが画家としての最盛期にあった時に描かれ、この作品のように複雑な具意に満ち、生き生きとした表現で描かれているボスの作品は他に存在しない。この三連祭壇画は板に、油彩で描かれたもので、長方形の両翼を閉じると、中央パネルを完全に隠す構造になっており、 両翼理面それぞれに半円ずつ描かれた、天地創造の地球地球の姿であるのグリザイユが、現れる。三枚のパネルに描かれている絵画はおそらく左翼、中央パネル、右翼へと展開する物語になっているが、必ずしも左翼から見なければならないというわけではない。左翼には、神がアダムにイブを送る、場面、中央パネルには挨雑で人目を引く裸体の人物、 空想上の動物、巨大な果物、石などが積み上げられた構造物などの広大な情景、右翼には地獄で拷問を受ける罪人などがそれぞれ描かれている。美術史や,や評論家は、快楽の園を誘惑からの危険に対する警告を意図した作品であると解釈することが多い。しかしながら、特に中央パネルに描かれた、 複雑な象徴的意味が何を表しているのかが何世紀にもわたって学術論争の的になってきた。20世紀の美術史屋の間では祭壇画の中央パネルには道徳的な警告が描かれていると解釈する研究者と失楽園が描かれていると解釈する研究者との2杯に大きく分かれている。アメリカ人作家のピーター・エス・ビーグルは不道徳で 強楽的な雰囲気に満ち溢れ、見るものすべてを摂取症にするかのような性的狂乱が描かれているとしている。ボスは画家としてのキャリアを通じて3点の大きな3連祭壇画を制作した。どの祭壇画もそれぞれのパネルに描かれた題材が重なり合い、全体として一つの意味が表現される構成になっている。これら3点の祭壇画に共通して言えることは、 どれも特定の歴史や信仰に直接関連するテーマを扱ったものではないということである。当時の三連祭団画は左翼、中央パネル、右翼へと物語が流れていき、両翼にはエデンと最後の審判が描かれ、中央パネルには何らかの偶意を秘めた作品が多かった。快楽の園が教会の装飾用として制作されたのかどうかははっきりとしていない。 しかし、中央パネルと右翼に描かれている極端な内容から、すると、教会や修道院で使用されていたとは考えにくく、一般信徒の依頼に応じて制作された可能性が高い。快楽のソノの制作年度は、はっきりしていない。ルードビヒ・フォン・バルダスは1917年の著作で、ボスの若年期の作品ではないかとしている。 しかしながら1937年のシャルル・デ・トルネーの著作以来、20世紀美術史屋の間では、この絵画が1503年から1504年にかけて描かれた作品か、あるいはもっと後になってから描かれた作品であるという見解で一致している。どちらの見解であれ、制作年度の根拠はこの作品における空間表現の古典的な手法にある。 現代になってからの年輪年代学の測定で、快楽の園に使用されている、大く板が1460年から1466年の間に切り出されたものであり、少なくともこの作品がその年代以降に描かれたことが判明した。絵画の指示体として、木板を使用する場合には、 経年変化によるひび割れなどの原因となる水分を抜くために一定期間そのまま保管されるためこの奥板にボスが快楽の園を描いたのは板が切り出された年代よりも数年以上後のことになるさらにこの作品には新世界である南アメリカ原産の果物であるパイナップルが描かれていることからクリストファー・コロンブスによる1492年の アメリカ大陸の発見以降に描かれたと推測されている。しかしベルナール・バルメは、年輪年代学による測定を根拠に、快楽の園はもっと早い年代に描かれたものであり、新世界の産物が描かれているというのは誤りで、作品に描かれているのはアフリカの産物であると主張している。バルメは、ボスが古典的手法にこだわってこの絵画を描いたというで、 トルネーの考えを否定し、より新しい芸術性を求めていたとした。そしてこの絵画がナッサウビアンデン・ハク・エンゲルベルト2世の依頼に応じて制作されたもので、その時期は、エンゲルベルト2世が、スヘルトオヘンボスで、金曜もうき師団の会合に出席した1481年か、その直後であると主張した。 ナッサウビアンデン・ハク・エンゲルベルト二世の肖像、アムステルダム国立美術館、快楽の園が最初に文献に現れるのは1517年で、ボスが死去した翌年にあたる。16世紀のイタリアモルフェッタの立修辞祭で、美術愛好家でもあり、数奇鏡の随行員として、ヨーロッパ各地を巡ったアントーニオ・デ・ベアティスの記録で、この作品が、 ブリュッセルのナッサウ伯爵邸宅の装飾になっているというものである。ナッサウ伯爵邸は危険の集まる建物で政府首脳や宮廷高官が訪れることも多かった。この絵画は誰かの依頼によって描かれた作品であり、単にボスの想像力の赴くままに描かれたものではない。1605年の記録にはこの絵画のことがイチゴの絵画と記載されており、これは 中央パネルの目立つ場所に赤い実をつける、イチゴの木とも呼ばれるマドロナの木が描かれていることに由来する。また、色欲と表現した、スペイン人著述家もいた。ヘンドリック三世、ファンナッサウブレダの肖像、ベルナールト・ファンオルレー快楽の園のパトロンではないかとも考えられている。 ナッサウブレだけ出身の軍人で、熱心な美術品収集家としても知られていた、ルネサンス人文主義の洗礼を受けた、ブルゴーニュ領ネーデルラントの上流階級層が、ボスの絵画のコレクターとなっていたことも考えられるが、ボスの没年直近でその作品の収蔵場所がはっきり、しているものは、ほとんどない。快楽の園の依頼主は、当時ハプスブルク家と地下のネーデルラント総督あるいは、 支配者だったナッサウ・ビアンデン・ハク・エンゲルベルト2世か、その後継者、ヘンドリック3世、ファン・ナッサウ・ブレダだった可能性がある。デベアティスの旅行記には、奇怪なものが描かれた数枚の遺体がある。海、空、樹木、草原など様々なものが描かれ、海から生い出る人々、4羽の鳥に運ばれる男女など、あらゆる人種がそれぞれに異なる行動やポーズで、 表現された作品だと記述されている。前述のようにこの作品はナッサウ伯爵邸に飾られており多くの人々の目に触れる機会があったため、ボスの評判や名声はヨーロッパ中に知れ渡った。快楽のソノの評判がいかに高かったかは、ボスの死後間もなくして多くの岩作が出回ったことや、裕福なパトロンの依頼に応じた、油彩。 版画など多くの複製品が現存していることからも推測できる。複製されたのは中央パネルのみの場合がほとんどで、ボスが描いたオリジナルそのままに表現されているが、オリジナルよりも小さなサイズで制作されることが多く、作品の質的にも劣っている。ボスの死後に次世代の芸術家たちによって壁面を飾るタペストリーとして複製されることもあった。 快楽の園は、他に類を見ない異端の祭壇画であり、特に中央パネルには、宗教的なモチーフが描かれていないことなどから、依頼主が誰であるか不明となっていたが、1960年代に、発見されたデベアティスの旅行記が新たな視点を与えた。当時のフランドルの画家たちが手掛けた二連祭壇画の、多くは、個人からの依頼で制作されたものであり、 少数ではあるが個人からの依頼で制作された三連祭団画もあった。しかしボスが描いた快楽の園はそれら個人所有のものとは違って異例にサイズが大きくさらに個人から依頼された宗教絵画にはその依頼主が描かれるのが通例であったがそういった人物像は描かれていない。しかしながら快楽の園の大胆で奔放な内容からすると この絵画に描かれているような不道徳な行為を強く今占めていた当時の教会が依頼主とは考えにくい。しかし、数十年後の1566年にはマドリード近郊のエルエスコリアル修道院の壁面を飾るタペストリーのモデルとして快楽の園が選ばれている。ヘンドリック3世が死去すると快楽の園はおいである沈黙皇ウィレム1世が相続した。 ウィレム一世は後に、スペインに反旗を翻すオランダ革命を主導し、オラニエナッサウ家の祖となる人物である。しかし1568年に、アルバコー・フェルナンドがこの作品を、ウィレム一世から没収し、スペインへ持ち去った。そして、フェルナンドの書士で、スペイン軍人のドン・フェルナンドの所有となっている。1591年には、 スペイン王フェリペ2世が競売にかけられていた、快楽の園を買い取り、2年後に、エルエスコリアル修道院に奉納している。1593年7月8日の奉納記録には、油彩三連祭壇が、ヒエロニムスボスによって様々な、奇怪なものが描かれており、山桃と呼ばれているという記述がある。そして1939年に、 エルエスコリアル修道院が所蔵していた他の数点のボスの絵画と共にプラド美術館に移譲され現在に至っている。快楽のソの保存状態は部分的に良くない箇所もあり特に中央パネルの蝶苑周辺の顔料の剥落が目立っている。両翼を閉じると両翼外面に描かれた絵画が全面に現れる。緑灰色のみで彩色されたグリザイユで 他の色は使用されていない。単色で描かれている理由は、当時のフランドルの画家たちが描いていた三連祭壇画の様式を踏襲したと考えられるが、キリスト教義でいう天地創造で、大地に光をの言葉と共に創造される太陽と月が完成する前の地球を描いている可能性もある。当時の初期フランドル派の画家たちが三連祭壇画の外面に描くのは、 単色使いの地味なグリザイ油がほとんどで、これは内面に描かれた、色鮮やかな絵画をより際立たせるという効果もあった。両翼を閉じると現れる外面に描かれた、天地創造時の地球。おそらく天地創造三日目の大地、海、植物の創造時で、まだ人間は誕生していない。両翼外面に描かれているのは、天地創造時の地球で、植物が創造され、 大地が緑で覆われ始めた現象の地球が描かれていると考えられている。当時の初期フランドル派の絵画によく見られるように、強行感によく似た宝冠を被った神の姿が左翼上部に小さく描かれている。美術史屋のハンス・ベルティングによれば、神の表情と仕草はためらいがちで不機嫌な様子で描かれており、これは自身が想像した世界がすでに自身で、 制御できる範囲を超えてしまっているためである。ボスは神を聖書を膝にした父なる神として描いているが、神が天地創造をするにあたってその力を行使する様子は、むしろ消極的に見えるような表現で描かれている。神の上、画面上部には、4編三33から9編からの引用、イプサ・ディクシット、イホクタ・スント、イプサ・マンデービト、 イクリエイテスンと誠に、主が仰せられると、そのようになり、主が命じられると、それは、固く立タツが書かれている。また、大地は透明な球体に密閉されて描かれており、これは、天地創造を描くときに昔からよく用いられた、手法でもある。淡く頼りない光があたりを包み込んでいるが、依然として薄暗い世界に存在しているのは、唯一神のみである。大地には、 植物が描かれているが、未だ人類も、その他の動物も存在していないことから、聖書に書かれた、天地創造の三日目を描いていると考えられる。また、ボスが通常であれば、緑系の顔料が使用される植物を滑らかな、灰色系の顔料で彩色しているため、植物だけが描かれているのか他の鉱物も同時に、描かれているのかも、判然としない。その大地は、 雲間から刺す光線を所々反射してきらめく海で囲まれている。外面の翼に描かれたグリザイルは祭壇が全体を構成するストーリーに重要な位置を占めている。岩石と植物だけで構成された無人の大地は内面中央パネルに描かれた快楽にふける人類に満ち溢れた天国との相業明確に表現しているのである。 アダムに目合わされるため神に手を引かれる、イブチ城の楽園、あるいはエデンの園を描いたもの。前景中央部には、キリストの姿をした神がアダムにイブを目合わせる様子が描かれ、周囲には、多くの種類の動物や植物が見られて、色調は明るく、いかにも穏やかな雰囲気が感じられる。しかし、左下手前では、食肉獣が獲物を加えて歩いており、 右後方ではライオンが獲物を襲っていて、決して単なる平和な世界ではない。また中継右端には蛇が巻きついた木があって、これはアダムとイブが禁断の好みを食べることを象徴している。中央部には奇妙な形の塔が立ち、ボストクユのシュールでアリスム的な雰囲気が漂う。皇術のように原生の快楽もしくは性的快楽を表現していると考えられる。 明るく鮮やかな色調が印象的で、画面の大部分を占めるのは、打体の男女の群像である。ボスといえば怪奇幻想の画家という印象が強く、類いまれな想像力による、妖怪、悪魔、怪獣のごとき異形のものがよく知られる。他の作品、例えば、聖アントニウスの誘惑や、最後の審判はその典型であるが、 本作の中央パネルにはそうしたものはわずかしか描かれていない。一見すると通常の人間集団のように見えるが実際には様々な象徴と偶いに満ちており多くの謎を提示して研究者たちの論議を呼んできたものである。男性が担ぐ以外の貝殻から二人の足が出ている。その下では女性が桜んぼの実をティアラか冠のように頭につけているがこれは 花嫁の象徴であろうという。画面は大きく前景、中景円形に分けることができる。前景では、裸体の男女が一見無秩序に群がっているようであるが、彼らは数人のまとまりを作って配置されている。裸体の人々の中で、右下に一人だけ毛皮をまとった男性が描かれており、これはアダムではないかとも言われる。人々の死体や行動は、 極めて多様で何らかの意味が込められていると考えられる。例えば、男が巨大なムール貝を担ぎ、その貝の中から男女と思われる二組の足が出ている様子は明らかに性的な象徴である。また、二人の人間が赤いフクロウを被って踊っているのは、フクロウが異教の表彰であることから宗教的な意味が含まれているとされよう。 他にも様々な果実が描かれており、これらはいずれも快楽を表す意味があると考えられる。中継では人間たちに動きと流れが見られる。池で女たちが水浴しているところを男たちが動物に乗って包囲するように動いている。彼らが騎乗しているのは馬、牛、豚などの馴染みのある動物だけでなく、ユニコーングリフォンのような想像上の怪獣も含まれる。 動物に乗る行為も性的象徴とされる。円形では奇妙な形をしたオブジェのような物体がいくつも配置され、その後方の空中には動物や人間がゆったりと飛んでいるように見える。描かれた人間たちは細身でマネキン人形を思わせ正気を欠く。しかしこれは決してボスの技術や才能の不足によるものではなく意図的なものであろう。 画面では人間に混じって巨大な鳥や蝶が描かれているが、その描写は極めて的確で写実的であり、ボスの並外れた絵画力を示している。また、数人の黒人も描かれているが、縮れた、頭髪、突学など黒人の特徴が正確に描写されている。しかし、個々の人間たちが表現する意味はある程度推定できるものの、 中央パネル全体としての主題については多くの解釈がある。人間たちが悪魔の群れに様々な攻めくを受ける地獄を描いた場面。人間たちを拷問する攻め道具にハープ手回は仕事、笛などの楽器があることから音楽地獄と呼ばれる場合もある。怪奇幻想画家としてのボスの本領が発揮されており多種多様な化け物が登場する。ここにも 具位や象徴が随所に見られる。全体に暗色が優勢であるが、名色が効果的に配置されていて強い印象を与える。受感人間と耳の戦車もとも目を引くのは画面の中央部に立つ怪物である。胴体は割れた卵の殻で、中は居酒屋になっている。二本の足は木の幹でできていて、そのため受感人間と呼ばれる。 乱獲の銅の向こう側には顔があり、写実的で不気味ですらあるが、これはボスの自画像ではないかとする説もある。その頭上の円盤上にあるのは心臓を思わせる赤い風的である。周囲を悪魔と人間が楽しげに踊っているようであるが、前景と中景では悪魔たちが亡者をそれぞれの生前の罪に応じて責め立てている。 地獄の王子巣に座り、頭に丸い釜をかぶり、鳥の顔をした青い怪物が人間を飲み込んでは、亡者の落ちる穴の中に排泄しているが、これは暴食の罪への罰であると考えられている。その左側で女が怪物に尻の鏡を向けられているのは虚食の罪への罰だと考えられている。主戦奴は尻から金貨を穴に排泄している。 他にも、ボスの想像力の豊かさを明瞭に示す、多種多様な怪物が描かれている。樹幹人間の左上には、一本の矢で貫かれ、連結された巨大な耳が、ナイフを突き出して、人間たちを切り裂いて進んでいる。背景は、戦闘火事で、戦闘場面と建物が激しく燃え盛り、人々が地獄へと追われていく様子が描かれている。左翼や、右翼の主題は、 比較的理解しやすいが、中央パネルの画像が意味するものは何か。裸体の群像は、祭壇画としては異色であり、議論の的となってきた。本作品の主題については、諸説あり、ドイツの美術史家、ビルヘルム・フレンガーは1947年に、これがアダム派というキリスト教の異端のために描かれた、ものであり。 特に中央パネルはアダム派のいう私服の世界の描写であると発表し反響を呼んだがアダム派は本作品が制作されるより半世紀以前にすでに消滅したことが確実視されている。また本作品はスペイン皇帝に購入されたが15.16世紀の頃のスペインはイタニ新門制度の最盛期で イタを描いた芸術が公式に認められる可能性もなく、ボスも正統派のカトリック教徒であったことが分かっているので、フレンガー説には批判が強い。ボスの他の作品、例えば、星草社では、中央パネルが現世の富とそれを手に入れようとする人間の醜い争いを描くことで、七つの題材の一つである、強欲を示し、左翼には、 エデンの園のアダムとイブ、右翼では人間たちが地獄の攻め苦に遭う様子が描かれていることから、本作品においても、中央パネルは七つの題材のうちの色翼の描写であり、罪を犯すことを戒める意味を持っているのではないかと、するのが大雑把な見解である。当時の人々は、現在のように絵画を純粋に芸術として、鑑賞するのではなく、その中に盛り込まれた宗教的、 道徳的留意を読み取っていたと言われるが、本作品もそうした宗教的な含みを持たせた、啓発的なものであったかと考えられる。しかし中央パネルの主題についてはなお決定的な意見の一致はなく、現世の快楽を象徴的に描いたものとか、ノアの洪水以前の堕落した世界ではないかとも言われる。さらに細かな部分。 例えば右翼の受艦人間や戦車もどきの耳が何を示しているのかというようなこともわかっていない。それらの謎が見る者の,の想像力を刺激し、この絵の魅力の源泉になるとも言えよう。快楽の園をはじめとして、ボスが描いた怪奇幻想的、超現実的世界は、近現代の芸術にも通じる要素を持ち、シュルレアリスムの先駆と見る意見もある。 悪女フリート、1562年、ピーテル・ブリューゲル、マイヤー・ファン・デンベルフ美術館地獄の描写は、快楽の園の右翼の影響を受けているボスは、非常に個性的な画家で、類を見ないほど空想的な作風であったため、同時代の他の優れた芸術家たちに比べると、その影響力は弱かった。しかしながら、後世になり、快楽の園の構成要素を、 自身の作品に取り入れる芸術家が出てくる。1525年頃に生まれたピーテル・ブリューゲルは、ボスの画家としての技量と創造性が非凡なもので、あるとして、快楽のその右翼から多くの要素を、現在、ブリューゲルの絵画で最も有名なものとなっている、数点の作品に持ち込んだ。女戦士を率いる女性を描いた、悪女、フリートや1562年頃の、 死の勝利に描かれている奇怪な生物は、快楽の園の右翼パネルの地獄の描写を参考に描かれており、アントワープ王立美術館によれば、奔放な想像力と人目を引く色使いも、快楽の園から借用されている。四季、1573年、ジュゼッペ・アルーチンボールド、ルーブル美術館。 快楽の園に描かれた果物や樹木で構成される、奇怪な人物像と、同じく、植物の集合体で人物が表現されている、オーストリア・ハプスブルク家に仕えた、イタリア人宮廷画家、ジュゼッペ・アルーチンボールドは、ブルーゲルのような地獄の光景は描いてはいないが、風変わりで、魅力的な作品を描いた。それは、野菜、根、セミなど自然界に存在する。 様々なもので人物の顔を表現した肖像画である。これらの風変わりな作品は実物をありのまま正確に描写することから脱却するという強い意志で描かれたボスの表現手法から多大な影響を受けている。17世紀のフランドル人画家ダビド・テニールスは画家としてのキャリアを通じてボスと同じ主題の聖アントニウスの誘惑。 地獄に連れ行かれる裕福な男、ブリューゲルと同じ主題の悪女、フリートなどを描き、ボスとブリューゲルの世界を自身の手法で再現してみせた。その後、20世紀初頭に、ボスの作品は再び脚光を浴びることになる。陶水的な新商絵画奔放な創造性、無意識会の放浪などの特性を持つシュルレアリスムの先駆けとなった画家たちが、ボスの絵画に、 新たな興味を示したのである。ボスが描いた心象イメージは、特にジョアン・ミロとサルバドール・ダリに多大な共感を持って迎えられた。二人とも最初に、ボスの絵画に触れたのはプラド美術館所蔵の、快楽の園で、この作品に感銘を受けた両者はボスを、美術史における、優れた選択であるとして高く評価した。ミロの、コーチには、鳥の群れ。 水面から顔を出す生物、肉体を持たない巨大な耳など、快楽の園とよく似たものがいくつか描かれている。フランスの文学者、アンドレブルトンが1942年の著書、シュルレアリスム宣言で、シュルレアリスムの邦画として、名前を挙げた、芸術家は、ギュスターブ・モロー、ジョルジュ・スーラ、そしてパオロ・ウッチェロだけであった。しかしながら、シュルレアリスム運動が広まると、 すぐさま、ボスとブリューゲルの存在が、シュルレアリスムの画家たちの間で知られるようになった。ルネ・マグリットや、マックス・エルンストも、快楽の園から多大な影響を受けた画家である。2009年に、プラド美術館は、快楽の園を、所蔵する、最重要絵画14点の一つに選び、14000メガピクセルの高解像度で、Google スに登録した。ありがとうございます。